皆さんこんにちは、ワンダリングルーシです。では信長の予防創造戦国志伝続きをやっていきましょうということで、ここまでのところですね、今川に一方的にやられっぱなしという状況ではあるんですが、打開策としてはですね、武田を食うだけ食って、北条と手を組んで今川対して一気に反旗を翻すという戦略で、進めていきたいなというふうに思っています。では、各国の戦力、ちょっとだけ確認しておきたいと思います。まずですね、南から、大友家が、兵数が55万というところになってます。で、今川、100万超えてますね。武将数も、520っていうのは、ちょっと圧倒的なんじゃないかな。で、毛利はもうちょっと厳しいかなというところですね。で、すでに大友と今川が激突を開始しているという状況になってます。ただ、そのいわゆる西の方に関して言うと、大友はこんだけ九州しか持ってないのに兵数50万ということは、かなり戦力的には充実してるんじゃないかなと思うんですよね。今川はね、西に東にと戦力を分断していて100万なので、数でいうとほぼ互角になっているんじゃないかなと思います。各の、合戦行われている場所での兵力差っていうのは、おそらくそれほどないんじゃないかなというふうに思いますが、ちょっとこの西の状況は注力をしていきましょう。注視ですね、していきましょう。で、小野家に関しては13万という兵力になっています。で、今、武田を食おうとしていますが、その武田との兵力差はほぼなくなってきてますね。で、北条が45万。で、あとは、最上家とかはね、もういいかなと思いますけど、あと南部家。この辺りが残っている勢力になります。では、早速、プレイの方進めていきましょう。今川と開戦はしたくないので、今川に対しては、早速ではありますが、外交で贈り物を送っておきたいけど、今は送れないか。贈り物が置ける、届けられるような状態になったら、すぐに贈り物を送って仲良くさせてもらいましょう。で、あとはですね、今回ちょっともう少しずつその勢力が増えてきたというのもあるので、拠点も増えてきたというのもあるので、新たに少し分けていきたいなというふうに思います。何を分けるのかというと、統治をですね、少し分けていこうかなと思ってまして、特に信長を観音寺の城主に正式に任命して、牧島、観音寺、あとは釜場、小谷、この辺りはもう信長の指揮下に入れちゃいましょう。大垣城は残しとこうかな。で、これによって、直轄になるのが美濃と尾張だけになるので、だいぶその融通は利かせやすくなるかなという感じにはなりそうですね。で、そうすると、小谷に人が入っていない状態になるので、小谷にじゃあ人を入れてあげましょうか。小谷には、人材が余ってるところって正直あまりないんですが、強いて言うなら名古屋城に少し人の余裕があるし、清正、正則、あとは義輝って、ここまで、なんていうのかな、優秀な戦争に長けた武将を集中的に名古屋に配置しておく意味もあまりないので、これらをちょっと小谷城に行かせましょう。まずはこんなところかな。で、投資関係はもう任せてしまって、
これで内政に関しては一段落かなと思いますので、ちょっと進めていきます。まあ、深志城、穂高城あたりを拠点に桂尾、砥石、あとは小諸、このあたりをね、取りに行きたいなと。で、前回最後吉本のところには貢ぎ物の使者をもう出していたんですね。報告します。では工作に関しては引き続き、今川に対しては工作を仕掛け、北条に対しても工作は継続しましょう。で、密談の使者で言うとどうかな。武田から優秀な武将を引き抜きたいけど、まあ、どちらかっていうと今川はもう今戦える状況ではないので、戦力的には圧倒的に武田を先に潰してしまった方がきっといいかなと思います。そうすると今少し兵糧もお金もないのでしばらくは耐えましょう。で、耐えてる間に何をするかというと、やっぱり投資ね、せっかくなんで入れていきましょうか。特に重点的にやっぱり今上げていきたいのは米だよね。米不足が深刻化してきているので、そうだな、まあ利家にやらせておきましょうか。ここは、まあ、こんだけ拠点の数が少ない、まあ、直轄が少ないと、まあ割かしやりやすいというか、何をするにも楽ちんでいいですよね。やることがいっぱいあるのに拠点がいっぱいあるとちょっとそれだけでもうんざりしちゃいますからね。秋の収穫まではとりあえずは、まあ、その投資の方に力を入れておきましょう。で、秋、米が入ってきたら一気に武田領への侵攻作戦を再開するっていうのがいいかなと思います。なので勝家とかももう動員しちゃって決めにかかりましょう。とはいえもう見ていただいている通りほぼほぼ開発も終わってきているかなという感じではありますけどね。そうか、根知城に今人が入っているのか。根知城の部隊を桂尾城にちょっと差し向けるだけ差し向けますか。この部隊もったいないですからね。これを桂尾城に一路向けましょう。まあ、ちょっとこの戦力で落とせるかというとちょっとクエスチョンではありますけどね。利家は撤退をさせているので、
まあ、このまま帰らせて、どうだろう、ゴズメとして戦力出せるとしたら稲葉山からまあ16,000、まあその留守役の兵力を1000残すとしても15,000か、この15,000が出せるかどうかだな。この15,000がカツラオに到着するタイミングが合えば、まあ、場合によっては落とせるかなって感じかな。ご命令を報告します、報告します。今川との停戦が残り1ヶ月というけど、今川とは同盟を結びたいので、そのための取引で家宝は売ってないが、家宝があればね、常に家宝は確保しておきたいなというところなので、ちょっと取引はちょいちょい見ていきましょう。才蔵がこちらに入ってきましたね。これで今真田幸隆と社か、まあ社はいいとしても幸隆はかなり危険人物だな。さらに正幸も来てる。これは格好撃破っていうよりかは戦力をいち早く投入してあげたいけど、武将がいないね。そうするとどうだ、こういう状況だと、小諸城に氏康の軍勢を出してもらって、ちょっとでも戦力の分散を図りましょうか。出陣するぞ。これ合戦今するとどうなるかというと、幸隆の軍勢と三井での軍勢がぶつかる感じか。まあ、まともにぶつかればね、もちろん勝てる数ではありますけどね。さあ、これで数の上ではかなりの軍勢同士がぶつかり合うことになりますね。人称敵も気づいてるんで、そう簡単には攻め落とせないな。まあ、ここは敵の兵力を削ぐっていうその一点につきますか。で、挑発でちょっと城門の外に引きずり出しましょう。まずは敵を。早いな、さすがに回復が。挑発しても回復が早すぎて敵を城門の外に引きずり出せない状況になっちゃいますね。まあ、さすがは正幸、幸隆であれば罹患方向、これでどうだ。いやー、表裏卑怯なものやっぱり強いですね。いや、正幸は本当強いな。これ正幸の戦力をちょっと舐めてたかな。お、正純が入ってきましたね。
状を始めます。報告します。先月の収支です。報告します。ちょっとこれで桂尾城を攻略するには兵力が少ないかなっていう状況になってはきましたけど、松倉城からちょっと軍勢出せないですね。となると気をつけておかなきゃいけないのが今川との外交だけど、外交は37で光秀が今やってますと。で信用状態、信頼状態になってるのでこのまま維持ですね。で取引で家宝で給湯器を買っておきましょう。であとは十等級も買っておくと、まあ、常に今川との外交状況は注視しておかないと危ない。で北条は軍を出してくれてるので、まあ、総数約2万5000が小諸に向かってるんで、この小諸の軍勢がどう動くかですかね。あとは動かせる軍勢の数はそれなりに揃ってるところがあるんですが、それ以上に米不足だな。米がないんで兵が動かせない。ちょっと桂尾城に敵の軍勢が集結しすぎてるな。数でいうと内藤第5000、社第2000、武田信繁9700、この1万がかなり厳しい数だな。この1万かなり厳しいですね。さらに正幸9000が健在。敵の総数約3万。ただ一部は今の動きを見ていると北条を迎え撃つ形で小諸城に集結してるな。でさらに北条の方も増援が出ていて、数でいうとどうだ、同じく3万以上の軍勢が整ってますね。なのでこれは十分に勝機があるな。で今川との関係が普通に戻ってるんでこれはよろしくない。再び貢ぎ物を送りましょう。もうねひたすら今川には媚びを売り続けるっていうね。となるとちょっと数的には厳しい上に戦力の逐次投入っていう愚を犯している感じはしますが、ここは一気に桂尾城を取りにかかりましょう。深志城に対してマジか、深志城を目指してってツツジが先やかったから今川の軍勢が来てるな。4000、早かったですね今川がこちらにうだうだ行ってくるのは。とりあえず今川とは和睦をしましょう。まあ、今川も攻めるところがなくて手をこうね手ぐすね引いて待ち受けてるようなそんな状況ですからね。金がいくらあっても足りないっていう。ここは同じ場所から一点突破を図っていきましょう。数でいうと2万と8000ですけど、敵は増援が出てくる可能性が高いので、敵の増援が来る前に城門の1つ2つと突破しておきましょう。清正が入ってるんで虎狩りが使えるようになってますね。これで
城門を突破したんで、清正の虎狩りを使って敵を引き寄せつつ城門に肉薄していきましょう。城門に引かれる前にこちらも敵の城門に肉薄する形が取れれば理想的ですね。もうちょっと数は減らしときたかったけど、まあしょうがないかな。で、鶴瓶打ちも使っちゃいましょう。てやろう。勝ちます。で、このまま敵の増援が迫ってるので、包囲が完成する前に増援が到着する恐れがあるので、このまま天守も落としてしまいましょう。今川に関して言うと、まあ、すぐにあれですね、貢ぎ物の効果が切れると攻撃を仕掛けてくるんで、もう早々になんとかしたいなっていう気しかないんですけどね。これこのまま桂尾城まで取っちゃいましょう。取れるだろう、うまくすれば。で、今川の軍勢が、まあ、一旦引いてはくれるとはいえ、ここは敵の増援か、危険だな。7600、これをちょっと迎え撃たなきゃいけないわけだな。で、残りの米の量もかなり心配、深刻な状況ではあるものの、ここは引くに引けないので、せっかく取った城ですからね。で、桂尾城に関しては地業として与えちゃいましょう、数増に。で、問題は贈り物だ。今川には贈り物が贈れない状態なので、どうするかな。6ヶ月間の間にとりあえず朝廷外交は大至急進めましょう。そうするとどうだ、この砥石城はどっちが取れるかという話になって、これ先に取り付いた方が城取るんだよね確か。なのでこのまま一気に砥石城を我が物にしたい。あとはここで北条じゃない、今川より先に城を天守を落としたらこちらのものになるんだっけな。確か先に取り付いた方が、最後に誰が天守を落としたかっていうよりも城を領有する権利が確か与えられたような記憶があるんで、そう考えるとここ頑張って落としても今川のものになりそうな気もするんですけどね。縄文を破壊しました。
敵の増員が来たな。これでどっちの城になるかですね。よしと石城は我が城になった。これは大きいな。で小諸城は北条が落としてくれたんで、少しは楽になるかな。これで今川は武田を攻めれない状態ができたはずなので、まあ、この状況をうまく利用して武田を食い散らかすっていうしか方法はないかな。今川は未だに100万を超える大軍勢で、小野家に関しても16万と今回始めた時13万から3万の兵が増えてる。で武田は逆に4万ほど兵を減らしてますね。なので、まあ、このままこのままって感じかな。で砥石王に関してはこの後すぐ治療として滝川勝松に与えましょう。で武田を食えば武将がだいぶ補充されるはずなので、まあ、そのあたりもねちょっと期待はしていきたいところにはなります。まずは治療として与えましょう、まあ、滝川勝松がだいぶでかい勢力にはなりますけど、まあ、特に問題はないでしょう。で貢ぎ物贈り物はまだ送れないよね、停戦中なんでね。今川に対してはでいよいよ米不足が深刻なのでしばらく軍は動かせないかな。先月の収支です。報告いたします。で次なる標的は春日山、あとは、松代、柏崎、まあ、この辺り北に攻め上っていく感じかな。今川との国境はそうは言ってもそう簡単には兵を引かせるわけにもいかないからな。先月の収支です。どうだ、これ見るとちょっとそのやっぱり滝川一正配下で武将が足りてなさそうなので武将を少し与力としてつけますか。稲葉山から全然武将足りてなかったね、こうやって見ると。さ、今川との国力差が埋まらないので、まあなんとかして武田を屈服させるしかないんだけどな。
ちなみに武田に対して交渉とかっていう余地はないと思うので、従属させるとかね、まあ、なぜなら武田のその優秀な家臣団はこの後の戦いにどうしても必要ですからね。二期作とかってどうなってるんだっけな。ちょっと内政を確認しておきましょう。多分入れてるとは思うんだけどな。違う違う、政策ですね。あ、小荷大配備はちょっと入れよう。今までやってなかったのがおかしいぐらいだな。これ武家直葬は入れよう。朝廷への効果が上昇するっていうのは非常に重要だ。これでいいかな。で、あとは朝廷外交は、おお、今できるのがいないと。7ヶ月もかかるのか、厳しいな。直参にしたいのは、光秀は直参に戻しましょう。光秀がいないと正直言って朝廷外交に影響が出すぎる。はい、というところで時間も30分経ちましたので、一旦ここで終わりにして、兵糧も回復してきましたので、この後は、まあ、春日山城はちょっと兵力が多いですけどね、引き続き北条と組みつつ武田攻めをしていきたいと思います。というわけで、今回は一旦ここで終わりにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。